はい、えー、それでは令和5年度の論文式本試験監査論の解説始めていきたいと思います、えー、担当レッセンンク専任講師久坂ですよろしくお願いいたします、えー、まずですね皆さんね論文式本試験お疲れ様でした、えー、監査論ねどうだったでしょうか、えー、今年ですね監査論に関してはまああのいろんなね、えー、ことを聞きますけれども あの簡単だったという、ねえー、評判もあります確かにですね第1問目の問題はまあ言ってみればね入門でもやるような内容でしかも財務諸表監査総論ということで、まあ、第1回目に扱うような内容あとね不正リスク対応基準の設定全部から基本的な問題が出ていますので、えー、じゃあ難易度的にどうかっていうと確かにね、えー、例年に比べるとまあ簡単と。 いうふうには言えるのかもしれない。だけれども受験生が実際できているかどうかってこれ別問題ですよね。 あのまあ常々思うんですけどももうちょっと難しいとねあの逆に差がつかなくてよかったりもするんですが今回みたいな問題だと書けけるかかけないいいでで結構差ががついてしまう、ね、これが怖いんですよね、えー、何年か前に示唆採用の根拠が出た時にそれがですね書けなかった受験生がいて、まあ、それでねあのかなりねあの偏差値としてはあのまああの 下ががっっっててしまったとということがあ,って、まあもちろんネスだからといってそれだけでね全然合否に影響するっていうことではないんですがまあ一門たりの出来の、えー、不出来の影響が大きくなってきちゃうということでなかなかですねあの問題からして、えー、ちょっと厳しい戦いだったんじゃないかなというふうに個人的には思っております。 なのでしっかりとね基本を忠実に勉強されて、まあ、できたよっていう方はいいんですがまあ、そうじゃなかった方ねかといだからといってまああの 他の科目もねありますからあのちょっとね、えー、まず試験受けられた方はですねもうとにかくね私なんかもうこの3ヶ月間はねもうゆっくり休んでねあのしたいことして最後合格ねして、えー、監査法人入るまでほ、まあ、他の監査法人入られる方じゃない方でもね、えー、とにかく残りの時間ね楽しんでもうこんな休み期間はないんだというような形でねもちろん働かれてる方,方は別ですけどもあのそういった期間にしていただきたいというふうに思いますのであんまりですね あのもう聞くのやめようっていう方はここでね動画見ないでいただいてあのもう試験発表までですねあんまり考えない方がいいと。 いいうふうふにも思いますねあの中にはですねあの受かってても落ちててももう勉強始めるんだというねあの私にはとてもできないですが、まあ、そういったようなあモチベーションの高い方あがいらっしゃればですね、まあ、見ていただいてもいいとは思いますがあの、ね、この動画はまあそういった位置づけであの答え合わせをするっていう意味じゃなくてね、まあ、まあ気楽に聞,いていただき聞きたい方は聞,けば聞いていただければいいし、えー、あとはね次の受験を控えている。来年の令和6年のの論文を受け まあそういった方にはね非常に参考になると思いますので、まあ、そういう方がね真剣に聞いていただければねいいかなというふうに思います。なのでとにかくねもう受け終わった試験はもうあの合格してると信じてねあとはねもうあの就職活動とかねいろいろやるしかないですよ。ほ、ね、本当にまああの何ともねもう微妙な期間ですよねえですけれども、まあ、そういった位置づけでねあの考えていただきたいと思います。じゃあまあそういいいいったたこととは抜ききににしてて正直に、ね、見ていきたいと思いますで監査の場面はもう本当に あのおこがましいですけれども毎年論文はね本当にあに受験生の力が出るあの両問が出題されていて、えー、今回なんかも特にね、えー、そうだとは思ってますまあ受験生の差はついたでしょうけれどもあの特にね基本をしっかり勉強しているかどうかということこれが第1問で問われているじゃあ第2問はどうかっていうとあの皆さんね結構簡単そうに言うかもしれないけど私はそんなに書きやすいとは思ってないですね第2問はね。あの去年の第二問がすすごい難しかったって言うんですけどむしろ 去年の第2問の方が換気法をパッと引いたらかけたんじゃないかって思うところもあるくらいなのであのそんな簡単じゃないと思います、はい、ではまあ令和5年のね論文式試験中身見ていきましょう、はい、令和5年ですで第1問ですねで、えー、と問題1からいきますが、まあ、問題1ここの問題はこれは絶対取れなきゃダメですね、はい、厳しいこと言うようですがここはもう基本中の基本 ね、一般に財務所要監査が必要とされる条件としてもうここまで書いてくれてます利害の対立重要な影響複雑性および遠隔性ここだってあの示されなくてもいいと思ってますねこの4つがあると言われているとでこの4つをね条件を上場会社に当てはめて財務所要監査が求められる、まあ、必要性について説明しなさいということです。もす、ね、も、ねまあ、もうここここれれははででですすねねね私ののの講義ど皆さん同じととを習っていると思いますがあの財務所要監査の必要性の4つ これはもうこのレジュメのね第1回目でも私の講義で使ってるのと同じものを抜粋してますがあここもしっかりと書かなきゃいけないし今度ね来年受験される方はこの問題はもう100%できるようにこの4つの 財務諸表監査の必要性、しっかりと押さえておいていただきたいと思います、えー、詳しくはね。もうあのいいと思うんですけども。マルチ利害の対立影響の重大性丸に丸3。情報の複雑性丸4。遠隔性これがもう問題文にも書いてあって。じゃあ1の利害の対立は何かというとね、えー、財務諸表っていうのはですね。うん、あのー。 まああの利害関係者は適正な利益計算の結果としての利益情報を望んでるんだけども経営者は財務省の主観的・恣意的性格を利用してその内容を歪めてしまう恐れがあるんだということでした。で丸るの影響の重大性はこれねえ重要な虚偽表示が含まれてたら意思決定を誤るんでえ損害を被る可能性があるとでえまあ上場会社前提とするとですね利害関係者多数存在するので影響は重大と。 で情報が複雑いいうのははでですすね、ね。これは財務諸難しいですよ、ね、皆さん勉強されてる通り財務諸表の内容って難しくて、えー、だから各利害関係者がね自ら確かめようと思っても確かめられない、えー、そんな高度な専門能力を身につけることは不可能だからだそのぐらい情報が複雑なんだと。 4番遠隔性はこれ地理的な制約があってね、えー、ごめんなさい地理的制約を超えてどこにいても株主になりうるんだとでそういった拡散した利害関係者が一緒になって、えー、財務省の信頼性を直接確かめることは物理的に困難これが遠隔性です地理的遠隔性。でさらにもう一つね 法的にも、まあ、これね、えー、少数株主験で、えー、一,定一定数以上の株を持ってなければ会社の帳簿見れませんからねそういった意味で制度的な遠隔性もあると。ここをですね回答欄にまとめるのが難しかったですけれども、まあ、ここはしっかりと書いていただきたい問題ということになります。 はい、もうここはこはのぐらいしますで、えー。問題にね監査基準第1の監査の目的これもですね、まあ、第1回目でやる、まあ、あのなぜ目的基準がねあの設定されたのかっていう話から考えていただくとよかったんですが、えー、目的基準ですね平成14年の監査基準の改定で、えー、設けられたんです。 で、えー、これはですねまさに平成14年の改訂全文は予想会でもねもう絶対読んどいてくださいねと言ったところですよね。えー、これちゃんんと読んでた方はあのー 回答のレジュメというかねこの画面を映しますけどもこ,こ,この部分を思い出せればあるいは第1回目の講義を思い出していただければですね書けたと思います平成14年の改定全部3の1で「従来監査基準は監査のそれ自体の目的を明確にしてこなかったんで監査の役割について種の理解を与えこれがいわゆる期待ギャップを醸成させてきたことは否めないと」とまた監査の目的を明確にすることにより監査基準の枠組みもおのずと決まると。 こここですすよねだかからら目的を明らかにするとこれがね監査基準の第一に監査の目的を冒頭に設けたということの理由そのままですよ。なので、えー、まずね「期待ギャップを醸成させてきてしまったと」と目的が明確でなかったので期待ギャップを醸成させてしまうことにつながる恐れがあったと。で目的を明確,することに明確にすることによって監査基準の枠組みをおのずと決まると。だから冒頭に設けたんだと。 こういうい回答でいいいと思いますね。は,い、ではえ次第1問問題2の問いに今度はね第1の監査の目的ではこれ適正性に関する意見の表明に加えて準拠性に関する意見表明について規定されているとでそれぞれの意見を表明するにあたって監査人が行う判断の内容の共通点相違点を説明しなさいこれも第1回とね第何回だったかなあの講義の中私の通常講義では2回扱ってますただこれは出ないと思ってたんですよ正直ね。これは、 平成26年の監査基準改定のタイミングで本試験で出たんですよね。もう同じ問題出てるんですよ。本当に同じ問題。だからまあ同じ問題出ないだろうと思ったら、まあ全く同じと言っていい問題ですよこれね。だからねやっぱり論文式本試験でもそのぐらいのスパンでね重要なことは出るんですよ。 ね、試験員の先生も決してねさまつなことを聞こうと思ってなくて大事なことは大事なんだから素直にストレートに出してくださるんですね。ということで論文だから一度出たものは出ないっていう考えは捨ててね今後も皆さんね来年以降受験される方はぜひですね過去に出た問題が出ないっていう決めつけないで監査論はそんなにね過去に出た問題を出ないってしちゃうほど範囲が広くないんですよ。だかからしっかりと 押さえていただきたいと思います。もうこれ平成26年の監査基準の改定全部そのままだし、講義の内容そのままですよ。ね、問題2の問い2、ここです。ね、平成26年改定全部2-1です。えー ここをちょょっと読んでいきましょうか、ねえー、適正性に関する意見の表明にあたっては監査人は経営者が採用した会計方針が、えー、会計の基準に準拠しそれが継続的に適用されているかどうかその会計方針の選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映するものかどうかに加え財務諸表における表示が利用者に理解されるために適切かどうかについて判断しなくちゃいけないここですよねポイントがねその際に、えー、財務諸表における表示が利用者に理解されるために適切,か適切であるかどうかの判断 には財務諸表がここですね表示のルールに準拠しているかどうかという評価と財務諸表の利用者が財政状態や経営成績等を理解するにあたって財務諸表が全体として適切に表示されているか否かについての一歩離れての評価この2つがあるけれども準拠性に関する意見の場合には後者のつまり一歩離れての評価は行われないと。 いうことなんですよ ね、ここが違うとだから書き方としてね共通点と相違点ですから回答を移しちゃうとね、まあ、ここは回答を移しますけども共通点はいずれの場合も継続適用会計方針が継続適用されているか取引の実態適切に反映するものか実質的判断、まあ、それに加えて、えー利用者のね、表示が利用者に理解されるための適切かどうかの判断において表示のルールに単に準拠しているかどうかこれはどっちも共通ですよと。ただ一歩離れてののお金の評価 っていうのは、適正性に関する意見表明だけで行うっていうのが相違点ですよということで、ここもですね、内容はわかるんだけど、この短い回答欄にどうやって書き込もうかここが難しかったんだろうなというふうに思います。はい、では、次いきます。問題三です。監査における不正リスク対応基準。まあ、ここはですね、あの不正リスク対応基準のところで勉強したかもしれないし、これもね、まあ、あの、ちょっとあえて言うわけじゃないですけど、予想会でね。 不正リスク対応基準の設定全部読んどいてくださいっていうことはねあの言ったし普段の講義でも言ってるんですがそこを読んでおけばここも回答できたかなというふうには思うんですがまあ問題1の第1問の中ではここはちょっとねどこを書くのかなと思ったと思います特に問1と問2でんどっちにどう書けばいいのかなというふうに思われたと思うんですがまあ模範回答としてはですねこのえー、っとちょっと先にレジュメを移しますけども えー、ここですね不正リスク対応基準設定全文の2-3の3の括弧にここのところからですね実は問1も問2も答えられるということなので、えー、この設定全文を読んでいきたいと思います、えー、不正リスク対応基準の位置づけのところでね監査基準は財務諸表の種類や意見として表明すべき事項をこにする監査も含め 公認会計士監査の全てに共通するとつまり任意監査であろうが法定監査であろうがね、えー、全てに共通する会計士、まあ、監査人が守らなきゃいけない基準これが監査基準だということでしたよね。これに対し本基準つまり不正,不正リスク対応基準は、えー、まあ前述のようにというのは前に書いてあるわけですけどもここのあと。 上場企業等に対する監査に限定して実施するんだということこれね思い出せたかそして不正リスクに対応するために特に監査人が行うべき監査手続きを一括して整理した方が理解しやすいとだから監査基準とか品質管理基準からは独立した基準にしたんですよってこれが書いてあったわけですあとですね 本基準はこれ上場企業等の不正リスクへの対応に関し監査基準品質管理基準に追加して準拠すべき基準なんだとで法令により準拠が求められる場合には監査基準とか品質管理基準とともに一般に公正妥当と認められる監査の基準ギャスですよねこれを構成するとで監査基準品質管理基準と一体となって適用されるだから常にじゃなくてね 法令により準拠が求められる場合には不正リスク対応基準が、えー、監査の基準を構成して一体となって適用されるとここの部分をですねうまく書けたかどうかということになります。なので模範回答ねこういういうにままとめております、えー、問題3の問いはまずね、えー、これは、えーとまあ、問題3がこれですよね 不正リスク対応基準が監査基準とは別に設定されてるのなぜっていうとですね監査基準は会計士監査の全てに共通するけれども不正リスク対応基準は上場会社等に限定するんだとしかも、えー、不正にね対応するために特に監査人が行うべき手続きを一括して整理した方が理解しやすいっていうことで、えー、分けて設定されてると、まあ、ここを書くんでしょうねで問いには その2つののつ基準の関係とということでまあ別解もあるかもしれないですけども監査における不正リスク対応基準は法令により準拠が求められる場合は監査基準とともに一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成し監査基準と一体となって適用されると、まあ、この関係性が書ければね最低限いいかなというふうに思います。 はいということで第1問ね、えー、解説はこのぐらいなんですがまあここはですねちょっとかけたか書けないかによってまあなかなかね あの偏差値にすると結構差が出ちゃうかもしれないということもあるのであのこの、ねえー、動画見てくださっていて来年以降、ね、受験される方がまあ真剣にこうやって見てくださると思うんですが令和6年論文式でもねやっぱりこういう基本的なところが出る可能性っていうのは十分にあってで、まあ、だからこそねあの本当にしっかりと観察を勉強した人が報われる試験ではあるわけなんですね。 なのであのこういうところを落とさないように一個一個ですね丁寧に押さえていっていただきたいというふうに思います。はははいじゃあ第第問問きますすこれはですね 事例の長長さ的にはそんな長くないんななくいだけど決して簡単ではないいと思います、ね、しかも原則の話が出てこれもてあのねあ原則あのうちのですね公開文書で出したなと思ってね原則が出たと思ったんですけどまあまああと特権リスクとねあのただじゃあ書きやすいかっていうとまあなかなかえー、書きやすいとは言えない問題だと思いますえー、見ていきましょう。 で、まあ、皆さん一回ねこれ見たことがある方もいるし最初に見る方もいると思いますがあの行、ー、きますね資料として「後者」っていうね後者が前提となるとで問題1と問題2はこの資料に基づいて答えなさいという問題です。で実際に本試験やるときはねもうこの事例を見ずに問題1で「ああ何かな?」と思って特権リスクかと。で アサーションを2つ示したああ事例読まなきゃダメかなとかねあの問いにで固有、えー、リスク要因何かってやっぱこれも具体的な事象を挙げなきゃいけないからああこれ事例読まなきゃいけないなとで次特権リスクの決定に際しては非監査会社の内部統制を考慮しないその理由あこれは事例読まなくてもできるなとかね、えー、そういうふうに問題文から見ていった方がいいとは思います。ねえー、なのでまあただちょっと解説ですので、えー、資料問題の資料からいきますけどもまず後者 いう会社は東京に本社とで半導体製造メーカー上場会社というところですよね。こういうふうにね色塗って、えー、やっていくといいですよ。で監査法人は X というところなんですね。 で、後者の財務省益算案2年継続していて3期目に入っているとまあここはねそういうことなのかなということですね。で後者の製造する半導体半導体ですからねもうこの時点でわあ、なんかあのー、なんていうかなもう製品のねあのー、ライフサイクルは短いなっていうふうに思うわけですよそうすると書いてあるわけですね。数年おききににに技術革新がが行われ、その度に企業によるる市場シェアが大きく変化しているとでまた今年度の初めから世界的な半導体の製品市場の競争の激化により後者の収益が悪化したとまさにねこの半導 半導体不足で今車もねなかなかあの時間作るのかかるみたいですしかかるというかあの生産数が落ちてるとかねいろいろ半導体不足の影響ありますけどもまさに本試験でもここでねあの世相を反映した問題になっていると。で後者の収益性は悪化してるんですね。はい で、後者とジェック X はで、この業績が悪化すると、やっぱり減損の話になってくるわけですよ、ね。もう大体ワンパターンなんですねで。そういう問題になりますよ、必然的に。で、後者とジェック X は、半導体製品の製造設備に関してこれです。減損損失の、まあ、ね、減、まあ、損の兆候はありだからってことなんでしょうね。認識が必要だという点では一致してると。しかしか 減損損失の測定に関しては、後者は収益の悪化は一時的なものであり、えー、将来キャッシュフローに基づく回収可能価格の見積もりの基礎となる将来の収益性の見通しについては楽観的とここなんですよ。ね。後者は収益の悪化は一時,的一時的なものであり楽観的なんです。一方、監査法人公は後者の収益シナリオは、これ、 は監査法人 X は後者の収益シナリオは過度に楽観的であると判断ということでここ判断に差が生じてるわけですね。はい、で次後者の経営者は来年以降5年以内については事業計画で算定された営業利益その後の期間は予想インフレ率を考慮した一定の成長率に基づく営業利益を基礎として将来キャッシュローの見積もりとまあここ一応ね、えー来年えー、5年以内のね事業計画は。 で算定されたこれ営業利益とかその後の期間はこれ予想インフレ率を考慮して一定の成長率に基づく営業利益を基礎ということでね、まあ、成長していくって前提でね作ってると。で上記のように後者と X は回収可能額の見積もりについて異なる見解で両者の間で議論を行っていると協議を行っていると。で。法人、X、は半導体の製造設備に関して これ半導体の製造設備に関して特権リスクとだからまあこのね減損損失の形状漏れとかね、えー、設備の形状課題っていったところですよね、まあ、こういったところがあるんだと、まあ、こういう事例ですあの。難しいと思いますけど受験生にもね非常にあのイメージのつきやすい事例かなということでここもねあのすごく今後受験される方力勉強の力になりますからしっかりと 解解いていいいててたただききんですすけどもじゃあ,あの解説ね、えー、見ていきます問題1監査人法人 X が識別した特権リスクについての問題特権リスク出ましたねこれもねそろそろ出るかな特権リスクフォーカスしてくるかなと思ったらやっぱり出ました。問問から問3とで問1識別した特権リスクに関わるアサーションを2つ示しましょうということですね。でそれぞれ財務諸表にどのような虚偽表示が生じる可能性があるか。まあ、これなんかはあの,のねあの プレトレーニング積んでてくださ,くださってた方はまあまあ,あこういう問題解いたことあるよなっていうことでね、あのー、見たことある問題だと思いますがまずですねまあここはやっぱりね評価って話はすぐに出てきてほしいわけですねアサーションとしてまあ別に関西要点みたいに評価の妥当性って書いても全然丸だと思いますがアサーションとしてはねまず評価とか評価の妥当性まあこれはですねあのー、ね えー、回収可能価学の見積もりを行っているわけですよ将来キャッシュローに基づくね。でこれでで楽観的なんですというとこれ評価がねまあ課題になっちゃうんじゃないのとつまり回収可能価学の見積もりが課題になると。ってことは製造設備のの減損損失の形状は過小だとだから逆に言えば製造設備の形状は課題になるとまさにこれをねちょっとレジュメを移しますけども。 ここではではすね、統一として浅橋はまず評価の妥当性、評価,、ね、評価だけでもいいもちろん丸だし評価の妥当性でもいいと思います。え回収可能価格の見積もりが課題ってことは製造設備に関連する減損損失が過小になると、ね、あるいは、まあ、計上されないってこともあるかもしれない。ただあただでごめんなさいされない。そしてそれっていうのは裏返せば製造設備が課題継承ということですよね。まあ、これをかかけるかどうかと。 いうことですでもう一つは難しいと思いますがこれね減損損失に関しては中期が求められていますということでやっぱり表示及び中期の妥当性、まあ、妥当性までつけなくても表示及び中期とここがアサーションとして書くべきだろうということですね。そして、えー、そのね、えー、虚偽表示が生じる可能性あ財務諸表に生じる可能性がある虚偽表示としてはやっぱりこれですよ減損損失に関して要求される中期が 財務諸表に適切に記載されないと。まあ、ここでしょうね。だから中期まで頭がいかなければ、ここはすごく書くの難しかったと思いますが、まあ、あの、元素損失に関してはね、中期が必要だということは、カーサロンの中の講義の中ではよく言っていることなので、なんとかここを思い出していただければよかったなというふうには思います。はい、これが問い一ですね。では、問いに行きましょう。特権リスクに、を、えー、識別するにあたって考慮すべき。 固有リスク要因これを2つ挙げそれぞれを示す具体的な事象または状況を説明する、まあ、具体的な事象っていうのはこの、ね、事例の中資料の中にありますからまずは固有リスク要因を考えるということで,で固有リスク要因っていうのはですね換気扶315ですよね。 リスク評価の環境315ここに書いてあるわけです。ということで、えー、この問い2のレジュメのところでこれ書いておきましたが参考となる基準としてね環境315の11個6ここを見れればですねまず固有リスク要因って何っていうと思い出していただくようにこれね関連する内部統制が存在しないとの仮定の上で不正か誤病かを問わず取引種類環状残高または中期事項にかかる最初におけるこれです虚偽表示の生じやすさに影響を及ぼす事象とか状況の特徴だと。 具体的には固有リスク要因というのは定性的または定量的な要因でここですね複雑性主観性変化複雑不確実性経営者の変更あとはねその他の不正リスク要因が固有リスクに影響を及ぼす場合における虚偽表示の生じやすさとここの要素これからですねまあ具体的なねものを2つまあごめんなさいこの要素の固有リスク要因の中から2つ挙げてまあ具体的な事象状況を書けばいいと。 いうことで,すでまあ2つでいいんですけども実際はですねこの4つどれでもいいと思うんですよつまり主観性って書いてもいいし経営者の変更ってて書いてもいいいもと思います。あとは不確実性と変化このどれもが回答になると思います。でまずね主観性って書くか経営者の変更を偏りこれを書く場合にはどっちでもですね具体的な事象状況はこれでいいと思います。 えー、問題文からこれです具体的な事情または状況というのは「回収可能価学の見積もりの基礎となる収益性の見通しが経営者の主観により過度に楽観的だと」とこれが虚偽表示の生じやすさに影響を及ぼしているとこう書けばいいんですね。過度に楽観観的的だとこれがまあ主観的な っていうことも捉えることができるし経営者の偏りだって捉えることもできるのでここの部分を捉えて主観性というふうに答えてもいいし経営者の変更って書いてもこれはもちろん丸になるでしょう。ね、あよく分かってるなって感じだと思いますこれ書ければね。でだどっちでもいいと。ねこういうリスク要因はどっち書いてもいいと思います。じゃあ次にもう一つ書くとすればですねあの 具体的なあ、ごめんなさい、不確実性のところ、これを書くんであれば、どういうふうになるかということですね。で、えーっと、この不確実性の場合にはですね、具体的な事象または状況として、将来キャッシュフローの見積もりにおける、これですよ、インフレ率とか成長率の予測、これが不確実だと。 ねえー、特に楽観的な話ですからこれ不確実な話ですよねそうするとこれが虚偽表示の生じやすさに影響を及ぼしているということになるでしょう。次変化これを書くんであればですねやはりね頻繁な技術革新ととか市場競争の激化っててことが書いてありますだからビジネスモデルや市場等に短期間で大きな変化,変化が生じている状況が、まあ、これが虚偽表示の生じやすさに影響を及ぼしているとここを書いてもいいでしょうね。ということであのここはね あの固有リスク要因出ちゃったなと思ったかもしれないんですけれどもああの落ち着いてね換気法315の固有リスク要因を見てあまあ言ってもでも複雑性主観性変化不確実性経営者の変更この辺りを書けばいいんだなと思えちゃったらあとはですねそれに当てはめて問題文見ていけば書けるので意外と問いにはね回答しやすかったのかもしれないというふうに思います。一方で問題1の問いさんこれね意外と書きづらいと思いますよ。 特権リスクの欠点に際しして内部統制考慮しないとまあ当連でもね似たような問題出てますんであれあのまあしっかりやってた方はいいんですけどもなかなかねなんで内部統制を特権リスクの決定について考慮しないのっていうことなんですこれもこのちょっとレジュメでねあの回答を 分解してまとめてありますが、まあ、参考となる基準としては監査基準第3実施基準2 5とかね、環境315の11項括弧10なんですけども、まず特権リスクっていうのはそもそもこれです。虚偽表示が生じる可能性。ここね一応特権リスクについてのまあ定義をね、あの回答欄が6行ありますから書いた方がいいかなと思います。特権リスクっていうのは虚偽表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の影響の双方を考慮して、固有リスクがあもっと とも高い領域に存在すると評価した場合のリスクと、まあ、いうことでまずね、えー、これなんだと、ねえー、発生可能性と影響これですよねそれで、えー、その時にですねあくまでも固有リスクの重要度に着目するんだと、まあ、ここが意外と書きにくいですよねこ特権リスクの定義からあくまでも固有リスクに着目して特権リスクが決まるんだとここを書けるかどうかですね。だから 仮に、ね、その、えー、特権リスクの決定に関して内部統制を考慮した場合は虚偽表示が内部統制によって防止発見される可能性も考慮に入れることになるとでもでもじゃないそうするとね本来特権リスクとすべきものが当該リスクとして決定されない恐れがあるよとだって特権リスクっていうのは固有リスクに着目して決定されるもんなのに。 この内部統制によって防止発見される可能性を考慮に入れちゃって、これれで、ねえー、控除に入れちゃうことによって特権リスクとすべきものがあそうじゃなくなっちゃうとだから内部統制は考慮しないということでまあこれねコロンブスの卵じゃなくて言われりゃそれわかるけどこの流れで書けなかったよっていう方は意外と多い問題だと思います。なんかここののポイントはですね、あの 難しいことっていうよりも特権リスクの定義を書いて定義っていうのはあくまでも固有リスクの重要度に着目して決定されてるんだとここが実はポイントだなというふうに思います。だから固有リスクの重要度に着目するんだから内部統制考慮しちゃうと、ね、本来特権リスクじゃないものが特権リスクあ特権リスクとすべきものが特権リスクとして選ばれない決定されないここが書くべきポイントということですね。はい、ちょっととこれは難しいと思い思ます はい、これがね、第問問の問題1でした。では第2問の問題2、えー、これをね簡単に見ていきますが監査法人 X は識別した特権リスクに対応する監査手続き、まあ、具体的な手続き何やっていくかっていう話です。こ特にね問1なんか書きにくいですよねまあ、問2も書きにくいっちゃ書きにくいんですけどもで問1後者の減損損失の測定についてですね、えー、リスク対応手続きとしてどのような監査手続き が必要となるかその目的とともにですね、えー、説明しなさいということですねリスク対応手続きとしてどんな監査手続きがあるのか目的とともにとで、えー、ここは正直書きにくいと思います、えー、レジュメを移しますけどもま正当感染中と書きましたけどねまあこれも、うん、難しいと思いますけどねで、えー まあ、まとめると「減損損失の測定についてリスク対応手続きとしてどのような監査手続き必要か目的を踏むと」とまずですねこれ目的を考えながら考えるとあ回答していくと1個目監査人はそもそも経営者がどのように減損損失の測定を行ったかを検討するとまあこの,減損損失の測定って見積もりですよねだからあの回答解説のところにもねピックアップしてあるんですけど 換540の17項やっぱりね減損損失といえばもう会計上の見積もりです。この17項に、まあ、あのこのリスク対応手続きには以下のアプローチのうち少なくとも1つを含めるということで経営者がどのように会計上の見積もりを行ったかの検討しましょうとここを持ってきてですね 経営者ががどのののよううに会計上の見積もりつまり減損損失の測定をを行ったかこれを検討するっていう目的があるとい目的あじゃあこの目的に対して何をするかっていうとこの解説のところのね関係を540の21項に書ところを抜粋してますけどもこれ見積もり手法重要な家庭及びデータの選択適用に関する重要な基本表示リスクについて十分かつ適切な観察証拠を入手するここからですね レジ務にもね書いておきましたが具体的にあわって問題に当てはめると経営者がその見積もり減損損失の見積もりを行うに際して、えー、利用した使用した見積もり手法を重要な過程データの選択及び適用に関する重要な虚偽表示リスクについて十分かつ適切な監査証拠を入手する必要があるんだということですね。はい、これによっっ、ね、目的は減損損失の測定ををどう行たたかを検討するため 具体的にはこれ問題文にあった通り将来キャッシュフローの見積もりとかね経営者が使用したインフレ率とか成長率等のこの過程あとその使ったデータ これ合理的かを検討するために何をするかっていうと、えー、この問題文にあった当てはめていくと事業計画とかね、まあ、その根拠資料の閲覧あと経営者への質問ここはねもう閲覧と質問を書くって鉄則ですよね本試験で分かんなくなったら手続き何が書けばいいかっていうと閲覧と質問を書けば絶対点が来るよとよく言ってますけどもその話ですねこれを書けば、まあ、当てはめていけばいいと。で、えー、さらに経営者による回収可能価学算定の正確性、まあ ここもかけるといいですよね回収可能価額を計算してるわけですからその計算の正確性を検討するために再計算をするとまあ、この辺りねなかなか難しいですよこれね。ただ減損損失が会計上の見積もりだってことで換気を540あたりに行けた場合にはですね,ね、えー、ここを引用して540の17個とか21個 A90 個たりを参考にどの程度かけたかというところが勝負になるかなと思います。 ね、とにかく白紙にしないでいただけたかればよかったかなというふうに思いますねはいそして最後です問2ですけれども監査法人 X は監査手続きを実施した結果減損損失の金額が過小だとでもしも修正しなければ財務収表に対する影響は重要だと、ねまあ、重要だけど後半かかどうかは書いてませんこのため監査法人 X は修正を求めるんだとでも経営者は修正に応じなかったと でこの場合 X が意見を形成するまでに必要なプロセスについて説明しなさい。うん、何書くかなって言った時にまず回答欄見ていただくとですね8行あったのかなそうですね8行ありますよ。これは参ったなと思うわけです。 え単に意見を聞いいてるだけじゃないんですよねあいやあのこれねもうパッと見て「おし重要だけども後半じゃなければ限定適性重要かつ後半だったらこれ意見に関する除外だからえ不適正意見だ」というふうに思ってもまあそれを書いてもねもう最悪時間なければそれだけでいいと思いますけどでもここの問題はやっぱりね意見を形成するまで必要なプロセスなんですよこれプロセス。ここがポイントですよね。 結論だけ書くわけじゃなくてプロセスを説明しなさいということなので結構ここも骨の折れる問題だったと思います。でどこをね書くといいかってこれもいろんな別解が考えられると思いますが私のね我々のこのレックとしてはね、えー、環境450705とか220700、まあ、この辺りの参考となる基準をベースにこう考えました。まず端的に言っっってて未修正の重要な競技表示があるってことですだったら 除外事項付き意見を表明することは見込まれる。まあ、ここは具体的に書いちゃっていいと思いますね。除外事項付き意見を表明することは見込まれるんだと。じゃあそのためどうするかというと、まずね、これですね。まあこことにかくここ書けるとね、ああ監査人よく勉強してきたなっていう印象は受けると思うんですが、あの何かね問題があるとかあのねイレギュラーがあるとか重要なことがあるって時に何をするかっていうと、監査役等とコミュニケーションを取るんですよね。 なのでここでですねまずこの監査役等とのコミュニケーションね、まあ、これを思い浮かべられたかとでしかもそこで理由をねちゃんと書くわけですこれどういうことかというと監査役等が経営者に重要な虚偽表示の修正を求めることができるよう未修正の重要な虚偽表示であることを明示した上でその内容と監査意見に与える影響を監査役等に報告と。 これですよね、まあ、なかなかここ書けなかったと思いますがこの辺りをですねまああの「換気法ね」ね参照してまあ書いていただくとまあ良かったということになります。えー、具体的にはね解説のえっ、ー、とえっ、ー、とまあ問いのところかね問いのところで環境法の705のねあごめんなさい450の11個のところでですねまあこの 競技監査の過程で識別した虚偽表示の評価のところでねこれ監査役等に報告しなきゃいけないということを書いてありますで意見に与える影響についてねでここにちゃんと書いたんですよ重要な虚偽表示の修正を求めることができるように未修正の重要な虚偽表示であることを明示して報告と、まあ、この辺りをねまず書ければよかったなと思いますねはいそしてもう一つはですねまあここを今度持ってこれもかなり実務的だと思いますがあの 経営者確認書の話ですよ、ね、まああのここは書けなくても全然いいと思うんですけども経営者がねあの未修正の虚偽表示はあの集計してもね個別にも重要性がないなという判断していることについて経営者確認書に書いてねこれをお願いする。まあ、これも実は換気の450 の13項かなここに書いてあるので、まあ、450、えー、監査証拠のところね、えーかまあ、監査の過程で識別した虚偽表示の評価っていう環境450のところを見て経営者確認書に記載することをお願いすると、ね、経営者さん重要じゃないと判断してるってことを書けますか経営者確認書にってことをお願いすると。でそれでも虚偽表示が修正されない場合だから虚偽表示があるってことでやはりね監査役等に報告して直してもらう方向でこう検討するし 経営者確認書でも宣言して治ら,らない場合はここ、ね、一応ここも意見表明のための審査を経て、まあ、審査っていうことも分かってるよっていうことが書けるとね、まあ、いいですけど審査を経て影響の後半戦に応じて、まあ、限定付き適性か不適性意見ということで最後に意見の種類を書くとまあこういうふうに書くために8行ぐらい回答欄があったんだろうなというふうに思いますね。 ということで、まあ、あのさっとね見てきましたけれども、まあ、なかなかねこうやってちゃんとやってみると難しい問題もあるだけどやっぱり第1問はあのもう本当にね、えー、皆さんがどっかしらで見たことがある問題もう内容ということになりますので、まあ、今回もね、まあ、いつもそうなんですよ第2問の事例問題ってはっきり言って団子状態で、えー、差がつかないんです。 だからいつも言ってますけども事例問題ができるようできなくて困ってるっていう人は大体ね皆さん大丈夫なんですよ本番でみんな同じぐらいだからズバ抜けてできることもないんですあの大体みんな同じぐらいの点数になりますただ第一問今回なんか特にそうですがああいう基本論点ってできるかできないかなんですよでちゃんとやってればできる ですなのでそういったところがねもう監査論の論文式試験ではもうずっと前からそ,そこが大事なんだということを肝に銘じていただいてこれね今見てくださってる方いいですよまだね令和6年本試験まで十分時間ありますからあのいかに基本が大事なのかと、ね、会計試験基本,が大事基本が大事ってよく聞くかもしれない、ね、難しい試験なのに何だ基本はって思うかもしれないけど結局合否が差がついてるのは基本なんです。 ですからこういったね基本をしっかりと学習して是非、えーえー、このね、えー、論文式試験合格を勝ち取っていただきたいと思いますしもし仮にこの5年の論文式試験を、ね、受けた方がこの動画を見てくださってるとすればもう忘れてね、あのー、もうはっきり言って、あのー、働くまでもうね、えー、監査法人入るまで時間があまりないですからもう、あのー、最後ねゆっくりするあるいはね、えー、ちょっとなんか別のことをね、あのー、するなんかあのー 試験のことはもう忘れて、えー、就職活動とかね、えー、そういったことを先のことを考える方がいいと思いますはい、えー、それではですね、えー、この令和五年の論文式本試験監査論の解説、えー、これで終わりにしたいと思います、えー、どうも皆さんお疲れ様でした